和紙の門、南東の歩道橋上から、和紙の門、北東から、旧和紙の門月宮倉が健在なことから、徳島城解体前とわかる。和紙の門は、徳島県徳島市徳島町場内の徳島中央公園にある、かつての徳島城の城門である。ただし実物は、戦しし、現在の門は復元である。古い門は、和紙の門、和紙の門、和紙御門などとも、 名の由来は、幕府に、和紙を買う建物として申請したためと伝えられるが、出所不明で、審議は定かでない。堀川の南に位置する、この付近は、徳島城追記寺には城外だった。しかしその後、城の南に新しい来るは、三木閣が築かれ城内となった。その、閣の門が、和紙の門である。三木閣、和紙の門が築かれたのは、八塚光三鷹の代とする文献もあるが、 1989年の発掘調査でも、分録形長期と推定される適水瓦が出土しており、阿波年表記録の記述では1603年に、和紙の門に関する記述があるため、1603年にはすでにあったはずである。三規格には、石垣や堀がなく、土層のような建物で囲まれており、その東の一角に、和紙の門があった。城の辰見の端に位置し、東に面した。 表口三つ家の門である。様式は、脇戸付きやい門。南脇には五番所があった。南北に伸びる見堀園に面し、ほぼ正面から、徳島本町筋が東へ伸び、淡路街道、美湯街道、土佐街道など主要街道の起点となっていた。1875年、徳島城が取り壊されたが、和紙の門のみが記念として保存され、長らく、徳島公園のシンボルとなっていた。 江戸時代には、門の北側は堀まで伸び、この門のみで通行できた。しかし、時期は不明だが、この部分は解体され、通行できるようになった。1945年7月4日の徳島大空襲で消失した、徳島市出身の学校経営者、吉井鶴井により、1988年12月27日、復元開始、1989年9月15日、完成。 1989年9月27日、徳島市市政100年を記念し寄贈された。復元には、1936年に、県立工業学校建築家が実測、作成した図面が元になった。各部の寸法等は次の通り、五番所、腰掛け長屋は、門本体の左右に伸びる小屋である。門本体の大きさは、旧和紙の門と同じだが、五番所と腰掛長屋は、 少し短くなっている。また、全体の位置も少し異なる。これは、かつてとは、道路の配置が異なるためである。徳島中央公園の南東の角に、東向きに立つ。北の腰掛長屋は堀までは届いておらず、堀との間に出入り口が開いている。南では、狭い隙間を挟んで、公園内園に沿った、低い石垣につながっている。門は常に開いていて、 自由に通過できる。ただし、スロープ、または段差がある。脇戸は常に閉じている。腰掛け長屋は公園側に壁がなく開いており、チョイスのある休憩所になっている。五番所は壁に囲まれ、施錠された扉がある。北の出入り口の反対側には、復元記念碑が設置されている。高さ2メートル幅2メートル厚み0.5メートルの石碑で、 1990年3月に設置された。その右には、江戸時代の現内町地区の地理を示した地図、内町の昔がある。門のすぐ、南海側には、徳島中央公園が1989年7月、日本の都市公園100選に選定された棟の石踏みがある。門の外側は舗装され、歩道と連続した広場になっており、市バスの徳島公園和市の門前バス停と、 その休憩所がある。門の内側には、和紙の門広場が広がる。夕暮れから二十二時まで、ライトアップされる。和紙の門のすぐ、内側、北を堀川、南を石垣、西を寺島川、東を和紙の門に囲まれた広場が、和紙の門広場である。徳島中央公園の最南部に位置し、旧未規画の北部にあたる。和紙の門方面のほか、南西にも出入り口が開いており、 国道192号アンダーパスを超える歩道に通じている。現在は一面が砂利時期になっているが、昭和後期には中央に噴水があった。2002年10月1日、本丸生誕にあった弓矢倉を縮小しかたどった時計等、矢倉型時計が設置された。毎年8月11日には、四国放送主催による阿波踊りの前夜祭りとして、フリーライブが開催されている。 ありがとうございます。